お待たせいたしました。これより記者会見を始めてまいります。まずはじめに本日の会見テーマであります男子プロバスケットボール新時代の幕開けをもとに映像をご用意しましたので、こちらをご覧ください。Jリーグ、そしてその3つ目のプロリーグとして発展していきたいと思います。そしてまた日本代表チームがオリンピックで優勝できるように頑張ってほしいと思います。世界に通用する選手やチームの輩出、徹底的にエンターテインメント性を追求していく夢のアリーナを作って、そしてそれが地域に根ざしたスポーツクラブになっていく、こういった環境を提供しプロリーグを盛り上げていきたいな。バスケットは可能性に満ちたスポーツです。バスケで奇跡を起こそう。皆さんおはようございます。日本バスケットボール協会の会長の川淵三郎です。こんなラフな格好で出てくるとは皆さんお思いにならなかったでしょう。僕もこういう場で、ネクタイなしで出るのは初めてです。今日は2016年の秋 B リーグがスタートしますけれども、その時のトップパートナーを発表する機会を得られましたことを非常に嬉しく思っています。バスケットで奇跡を起こそうというその第一歩が今日のトップパートナーの発表の時です。バスケットボールの会長になった時に、サッカーが一番競技登録者が多いと思っていたら2億6千万のサッカーの競技登録者よりもバスケットボールの方が4億5千万ということで世界一の選手登録者数だということを知って驚きました。しかし日本はサッカーが96万人、バスケットボールの競技者登録者数は62万人です。しかしその62万人の登録者の中で小学校中学校高校だけでなんと56万人の登録者がいます。ということはその後のシニア層は先細りでたった6万人しかいないということになります。ここに大きなポテンシャル可能性があります。そして、女子はですね、サッカーの10倍の、日本で最大の、競技登録者なんですが27万人もいます。こういった女子の競技登録者、男子の高校までの登録者のその先が本当にこう環境が整備されてないがために愛好者、バスケットボールの愛好者、そしてファン層が獲得されてないということです。そういった意味ではここを開拓することによって日本のバスケットボール界大いに変わる可能性を秘めています。そして今情報化がどんどん進んでいる中で、一番力を持っているのはバスケットボール、スポーツのソフト力です。スポーツのソフトこそがいろんな情報力を通じていろんな角度で今までファンの皆様が見たことのないような場面や、そして見たい時に見たい場面を見れるというふうなことで、ありとあらゆる方向でこの情報化のおかげでこのスポーツがさらに一層楽しいものとなっていきます。そういった意味ではこの今回のトップパートナーはそういうことに
バスケットボールの将来のポテンシャルに十分な理解を持って、我々もそれをサポートすることによってウィンウィンの関係でやっていけるということで手を挙げていただきました。それではトップパートナーの名前を発表します。ソフトバンク株式会社です。ソフトバンクの孫会長と私はですね、 J リーグがスタートする頃からのお付き合いです。孫会長と一番初めにお会いしたのは、実は J リーグの試合を全部中継したいということで放送権を獲得に私のところに来られました。しかしその時にはすでに、まあ、NHK とこう決まっていたんで話は進まなかったんですが、その時に孫会長が白紙の小切手を私に出されました。どうか好きな金額を書いてください。書きたかったですね、そこに。しかしもうすでに NHK との契約が決まっていたんで誠に申し訳ないということでお断りした思い出が本当にあります。で、今回ソフトバンクさんとこのトップパートナーの契約を結ぶときに孫会長と電話でお話をしました。孫会長が一番初めに言ったことは、健全な精神は健全な肉体に宿る、今子どもたちに一番大事なのはそこだ、これからの世代、これからの時代、スポーツが一番子どもたちの成長にとって大事なんだということをお話しされました。これはスポーツ界全体の理念に変わる問題で、完全にソフトバンクさんの考え方と一致しています。そして一番驚いたことは、そういう話をして2日後ぐらい、1日、今回たった2日でですね、このソフトバンクグループの B リーグへの、トップスポンサーのあれが、そういうことをが決定されたわけです。このスピード感には本当に、まあ、驚きました。まあ、そういった意味でこのソフトバンクさんのトップパートナーとなることで情報発信力がますます高まり、バスケットボール界は変わっていくと思います。見たい時に見たい場面を見れる、それはいつでもどこでもというふうな、昨日実は孫さん、孫会長なんかと会食させていただいて、そういう情報力がいかにこれからどんどん進んでいくかということのプレゼンテーションを受けました。それを見て僕が想像したよりもはるかに先に進んだ情報発信力、スポーツのソフトを本当に、余すことなく伝えていける、まあ、そういったスポーツの力は本当にもう底知れないものがあると思います。もう無限であるということが言っていいと思います。まあ、そういったことを、まあ、孫さんは私にソフトバンクグループで全力で応援すると言っていただきました。こんな嬉しいことはありませんでした。まあ、私はこの B リーグに込めた思いがあります。それは今地方創生ということが言われてますけれども、このバスケットボールのクラブは全国で40以上もあります。そういったクラブが地域社会の中で多くの人と集い合い語り合い、そのスポーツの発展についてバックアップしてもらい、そのことでクラブが地域社会に貢献し、地域の子どもたちが元気になり体が丈夫になるというふうなことで地方創生に大きく役立つことは間違いない。そしてもう一つはですね、今やはり日本のバスケットボール界、女子は今度オリンピックに出ますけども、男子はこの7月に最終予選が始まります。かなり厳しい戦いが予想されますけども、常にオリンピックに出場してメダルを狙えるようなそういった選手をこの B リーグから輩出していかねばなりません。それをしないと意味がないんです。そういったことを各クラブが強く信じて、そういう大きな目標のもとにソフトバンクグループさんと共に歩んでいきたいと思っています。まあ、ソフトバンクグループの後押しを受けてやるということは我々にとっては本当に大きな力になるということは、昨日本当に、まあ、いろんな話を聞いて特にまたそう思いました。バスケで奇跡を起こそう。
このメッセージを合言葉にソフトバンクと一緒に動き始めた男子プロバスケの新時代、どうか皆さんご期待くださいということで、ぜひ孫会長ご登場をお願いいたします。どうも今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いやもう本当に嬉しいですね。また後ほど、はい本当に嬉しく思います。川淵会長とはですね、先ほどご紹介いただきましたようにもう20年ぐらい前から本当に、交流させていただきますけども、最初思ったんですね、 J リーグどのくらい、日本でサッカーについての日本のファン、そして選手の皆さんの活躍がですね、どのくらいうまく成長できるのか、多くの人が心配しておられました。しかし、もうすでに皆さんは川淵会長のリーダーシップで J リーグがこんなに盛んに、また日本のサッカーがですね、いろんな意味で大きく発展した。この川淵さんが、ついこの間のように感じられますけども、日本のバスケット界が大変に混乱している、オリンピックに出られない、バスケットボールのそのものがですね、プロとしてのこれからの新しい流れが今できたわけですけども、その直前まではですね、バスケット界が2つに割れて、とんでもないことになりそうだという中で、多くの人が固唾を飲んで、その先行きを心配していた。私もただ、テレビで、見てる程度でありましたけれども心配しておりました。そこに、川淵さんが登場されて見事に一本化され収められた。この状況からさらに B リーグという形でですね、このバスケットボールを本当に大きく成長させていこうと、災い転じて一気に飛躍のきっかけに持っていくという、これがやっぱり川淵さんらしい見事な采配だというふうに感じておるわけであります。さて、そういう状況の中で、なぜソフトバンクがこのメインスポンサーに、トップスポンサーに、パートナーに、なることを決めたかということをちょっとお話をさせていただきたいと思います。我々ソフトバンクの理念は情報革命で人々を幸せにということであります。これはもうソフトバンクを創業した時から思っているわけですけども、我々はちょうど 4,5 年前にですね、ソフトバンク創立30周年ということで、次の30年以上を考えようということで、議論し合いました。その時にツイッターで私一言聞いたんですね。人々にとって幸せとは何だと思いますか、あなたにとって幸せとは何だと思いますか、あなたにとって悲しみいうのは何だと思いますかということをツイッターで一行ずつ問いました。まずその幸せというのは感動だということでありました。家族と分かち合う感動、友達と恋人と分かち合う感動、自分がゲームをやって感動するだとか、スポーツ、その感動という言葉がキーワードでありました。このスポーツがもたらすもの、それはまさに感動であるというふうに私は、なぜそのように強く感じるかといいますのは、ソフトバンクホークス、このプロ野球の
球団を運営するという立場になってみてですね、改めてその人々のスポーツに対する思い、スポーツから得られる感動の強さに心から私は感じるものがあったわけであります。この10年前にソフトバンクホークスというものをスタートし、この IT の力でですね、このスポーツの感動をもっと多くの人々に届けたいという思いをさらに強く持ちました。それから我々はいろんな技術開発を行ってまいりました。この IT の力を使ってですね、B リーグを一気にですね、大きくその飛躍させるということに役に立ちたいというふうに思っております。我々はこの B リーグが始まる開幕の試合からですね、全ての試合をファンの皆さんにライブ配信したい、ファンの皆さんがスマホで、あるいは iPad のようなタブレットで、PC で、こういうような形でですね、見れるように、全ての試合を開幕から1試合残らずライブ配信できるようにというふうに考えております。これは言うのは優しいんですけど、実は大変なことなんですね。多くの試合会場があって、スタジアムがあって、そしてそこに記者を用意し、カメラを用意し、全てのものをですねライブで配信するということは、言うのは優しいんですけども、実は難しいことです。それを我々は IT の力で、スマホさえあればですね、誰でも見れるように、そういうことが可能なように、技術を用意したいというふうに、考えております。またこれもですね、さらに例えば会議中だとか電車で移動中だとか食事中だとか道を歩いてるにですね、テキストでメッセージが自分のスマホに、特典し、今特典、自分が応援してるファン、その自分のひいきのチップがですね、今、シュートが入った、その瞬間にですね、そのメッセージが、自分のスマホにやってくるんです。それをパッと触るとそのライブの状況にパッと飛んでいける、こういうような機能も用意したい。ですから重要なシーンを一切見逃すことなくそれが見れる、そういうようなものも用意していきたい。これをビリーさんの開幕にきちんと間に合うようにその機能を用意していきたいというふうに考えています。つまり我々ソフトバンクグループがトップファンになるということは、ただ単にスポンサーになる、お金を出すというような関係ではなくて、我々グループの総力を挙げてですね、多くのファンの皆さんが感動を分かち合えるように、そういうふうにしたいというふうに考えております。これは川淵会長とのですね、そのひょんなきっかけが始まった、そのことからさらにですね、私としては近しみを感じ、そして、川淵さんがやることであれば何としても応援したい、そういう思いからきっかけになったわけですけども、やる以上はですね、とことん応援していきたい、このBリーグが大いに花咲くように、応援していきたい、こういうふうに考えております。ぜひよろしくお願いします。それではお三方に再度ご登場いただきまして、これからの男子バスケットボール界を担う3者による固い握手を交わしていただきましょう。それではお三方よろしくお願いいたします。
それでは孫代表お二人の中央へお入りください。それではこれからの男子バスケットボール界を担う3者による固い握手を交わしていただきます。よろしくお願いします。では少しフォトタイムを取らせていただきます。正面をご覧ください。それではお三方右側をご覧ください。右側の皆様に奥にムービーカメラもございます。それでは今度は左側の皆様にお願いいたします。昨日どんぶりも美味しかったあれ面白いですね、うん、それでは再度中央をご覧ください。後ほどまたバスケットボールを挟んだフォトセッションの時間も設けさせていただきますので、ここでのフォトタイムはこのあたりとさせていただきます。それでは孫代表、川淵会長、そして田臥選手、ありがとうございました。一度ご講談ください。それでは皆様お待たせいたしました。ここからはゲストをお迎えしてのトークセッションに移らせていただきます。では孫代表、川淵会長、そして田臥選手、サイドステージへお願いいたします。よろしくお願いいたします。川淵会長、こちらまでお願いいたします。孫代表はそのお隣へ、田臥選手、そちらでお願いいたします。もう座っていいの？どうぞおかけください。さあ、それでは本日のゲストをお迎えいたしましょう。ゲストはハリセンボンの近藤春菜さん、箕輪はるかさんのお二人です。どうぞお越しください。いや、今日ハリセンボンの2人にお越しいただいたのは、はい、バスケとゆかりがあるということを聞いたんですけど。そうですね、最中に使う丸いやつですから。いや、こんなねえよありがとう1本決めましたね決まりましたね、今ね。あのバスケとは、はい、試合を見てマイクオフなんですけれども、マイクオフですか？あ、ライン乗ってませんか？すみません、失礼いたしました。今の全く聞こえなかったそういうことですかあ、マイクのね、スイッチが入ってなかったようです。私たち舞台に慣れてもんですからでかい声出せばいいかなと思ってた私もラインには乗ってること、ね、じゃあちょっと巻き戻させていただきます。そうでしょ恥ずかしい恥ずかしい。いやいや、せっかくですから今日はハリセンボンのお二人にお越しいただきました本当に巻き戻すんですね。よろしくお願いします。します。今日はね、あの、はい、バスケにゆかりがあるということでお二人にお越しいただいたんですよね。そこも、はい、じゃあ全く同じテンションでいきますよ。あの試合で使う丸いやつですよね。ボールじゃねえよありがとうございます。1本決まりました。決まりました、はい、2点入りましたね。これお二人ともバスケをやってらっしゃったんですか？私だけですね。中学校の時にバスケットボール部に所属しています。ちゃんと書いてくださいね。ね、もう一度聞いたとか書かないでくださいね、そうなんですよ、はい、そうですか。じゃあそのぐらいの距離から、はい、こういう感じで、あ、やってました。あの、女子バスケットボール部なんで、うん、手はこうですね開くんですね。かわいいやつですね。はい、かわいいやつやってました。なるほど、そうなんですね。はい、じゃあ今日は、ね、田臥選手にお会いできて本当に嬉しいですね。嬉しいですね、本当に。あの高校生の田臥さんを生で私試合見に行かせていただいたりとかしてたんで、うん、嬉しいです本当に。田臥選手、はい、生で春菜さんがご覧になっていたそうですね。あ、嬉しいですね、はい、バスケやっててよかったです、はい、いや本当ですか、はい、全然目合ってなかったけど
ございます。さて今日はですねお二人にもお越しいただいて、はい、これから何をするかと申しますと、はいはい、こちらには決定権をお持ちの2トップがいらっしゃいますのでそうですよね、はい、ここでちょっと、まあ、日本一というか世界一早い会議を行わせていただきたいと思います。会議、実はあのゲストのお二方そして田臥選手にもですね、はい、男子プロバスケットボール新時代の幕開けにちなみまして今日は自分がバスケットボール協会会長だったらソフトバンクとこんなコラボをしたいという案を考えてきていただきました。はい、そこで孫代表と川淵会長にはこれから皆さんのプレゼンテーションをご覧いただいて採用不採用要検討とここでジャッジをしていただきたいと思います。なるほど、即座に決めていただくわけですね、はい、プレゼンですね、はい、先ほどのね川淵会長のお話にもありましたように、はい、もう孫代表は即決で今回も決められたということですので。そうですよね、それにあやかってパンパンパンと判定を下していただきたいと思います、はい、お二方よろしくお願いします。考えてきましたから、はいはい、考えてきてくださいましたね、はい、さあそれではまずはハリセンボンのお二人からプレゼンテーションいただきたいと思いますが、はい、それぞれ考えてきてください。そうですね、はい、じゃあまず私から春菜の方から行かせていただいた中央でお願いします。緊張しますね、採用されたいでしょ。失礼いたします。じゃあまず私からのプレゼンテーションはですね、試合観戦中などにスマホを選手にかざしたら選手の情報が出てくるし、空いたコップをかざしたらドリンクを持ってきてくれる機能の携帯過去アプリを開発します。ちょっと長くてごめんなさいね。これやっぱ女性目線で考えまして、選手をかざした時にやっぱ既婚なのか未婚なのか知りたいんです。そこですか、そういった情報がパッと出てきますし、あと女性はとにかく動きたくないということなんで、ちょっと飲み終えたコップをピッとかざしたらちょっとドリンクを持ってきてくれるっていうのがあったら結構皆さん見に来てくれるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど、はい、ではまずお二人に判定をしていただきましょう、はい、お願いします。飲み終えたドリンク、空いたコップ、はい、空いたコップで何を飲んでたかっていうのが分かればね、確かにそのコップにね、コーラとかお茶とか、はいはい、それをかざしたら、はい、確かにできますね。おやりましょう。試合スマホ選手にかざして、選手だから背番号とか、そうですね、ユニフォームに何かしらね、ユニフォームに背番号が大体あるでしょうからね、はい、それをパッと背番号さえ認識、あるいは選手の顔さえ認識できれば、はい、情報をスマホに出す、はい、できますね。うわっ、それこれもそれなんですか。できますよ、採用。すごいな。じゃあ後でその開発量のパーセンテージの話そこはしっかりしてるんだ。すごい、すごいですね。ドリンク飲み放題、私ですか、はい、ギャラが、はい、すげえ飲むから嬉しい。でも技術としてはもうできるという。技術的にはできますね、はい、できます。すごいですね。じゃあそれがね、開幕に間に合うかどうかちょっと、はい、開幕が6月でしたか、9月、9月、秋、はい、あ、開幕に間に合わせましょう。すごい、今初めて聞いたんです。あ、そうですよ。だから僕はうちの技術陣と何にも打ち合わせしてないんで。そうですよね、絶対命令ですから。むちゃぶりで、技術チームは何言ってんだ損みたいな思い大丈夫ですね。思うと思いますけど大丈夫です、やらせます。すごい大丈夫、素晴らしいですね。いや、情報の中にはさ、恋人がいるかいないかっていうの入れてほしいんじゃないの、はい、入れてほしいです。あ、そう、てかむしろそれだけでもいいですしかしそれは個人情報でしょうねそうですね、わあ、素晴らしい、採用ということでおめでとうございます。ありがとうございます、素晴らしい、嬉しい。うわ、ちょっと後に続いてよ、ね、これ勢いついてますから。そうですね、ちょっとハードル上がりましたけれど、でははるかさん、はい、中央でお願いいたします。私もじゃあ採用を狙っていきます。試合中にですね、
ソフトバンクと3回言いながらダンクシュートを決めるともう1点入る。どうでしょう、どうでしょう。結構ねハードルも高いと思うんですよ。これはでは、あ、どうですか。そういうのは出してあげたいけどね、それだけはちょっとダメだね。ダメですか。ダメだけど、でも結構手前から言わなきゃいけないから、もう相手選手にもバレるんですよ。あいつダンク行くなっていうの。狙ってんな。そのリスクを犯してでもソフトバンクって3回言うっていう、アイデアは面白いけどね。あ、一番嬉しいけどね。そうですね、たくさん言わしてもらえますから。ダメですか。うん、また別の意味を出して。ちょっと、ね、採用。ルールの変更は難しいですね。ですよ。そうですね、ルールのね改定が必要になっちゃうと、ね、いうことですよね。田臥選手、こういうルールが、はい、まあ、例えばなんかこうエキシビジョンマッチみたいなのであったとしてもどうですか。いや、そうですね、アメリカ人にまずちゃんとソフトバンクをしっかりと教えて発音させるの練習させて、まあ、あとはダンクシュートできない人はどうするのかなっていうところも、なるほど、考えてもらえたら。そうですね、助かるかなと。ダンクシュートができて早口な選手がやっぱのし上がっていくでしょう。あ、なるほど。ルールは勝てないんだね。まあ、残念ながら、まああのね、試合の中では採用ということになりました。いいね、いいね、あれを。あ、ありがとうございます。気に入っていただいて。春田さんはその田臥の高校時代を見たっていうことは、はいはい、意外と春田さんお年を召してるってわけ。召してる選手までね、お年召してるみたいな言い方になります。私今33歳で。じゃあ同期ぐらいだ。そうなんですよ、2個上。そうです、はい、それはそれは失礼しました。もっと見えてた、もっと上に見えてたっていうお話でした。でもね、ハイデンとしてはとても面白いので、はい、エンターテインメント性を追求していくっていうお話もね、B リーグもありましたから、ね、なんかちょっとこういう面白いこともあったらいいなっていうのはファンとしては思いますよね。より身近に。さあ、それでは田臥選手、はい、お願いいたします。はい、はい、まずはこの度本当ありがとうございます。はい、僕の、ですね、世界で通用する若手の育成システムを一緒に作りたいということですね。はい、まあ、自分はアメリカで、NBA をはじめマイナーリーグやいろんなところを経験してきまして、でやはり例えばいろんなところにそういう若手の育成を作る環境がありまして、例えばフロリダだったりすると、もういろんな全スポーツの、もっとですか、はい、全スポーツのですね、育成のシステムがありまして、まあ、トレーニングをはじめ、まあ、栄養の面だったりとか、もういろんな面でそういう子どもたちの、未来ある子どもたちの育成をしているところも、僕は経験してきました。なので、まあ、日本も、そういう未来ある子どもたちのために、10年、20年、30年と、そういうシステムを作り上げて、ゆくゆくはやっぱり NBA 選手がこれから2人3人と、育つような環境を、まあ、作っていけたらなというふうにすごく思っております。そして、まあ、最終的にはというか、まあ、ソフトバンクの方さんですね、 NBA のチームを買ってもらったりしながら、はい、そういうことも夢のある世界がまたさらに広がるんじゃないかなということを思って、このようなことを書かせていただきました。よろしくお願いいたします。すごいですね。世界に通用する若手を育成するシステムですね。アメリカにはおっしゃられたように、IMG の、はい、ごめんなさい、スイッチが入ってませんでした。アメリカにはね、IMG のアカデミーとかね、はい、なんかいろいろありますよ ね、 あのテニスの錦織くんが確かね、IMG のそのアカデミーに入って、若い時から鍛えてもらったとか、このバスケットボールでもそういうようなのがいろいろアメリカにはありますよね。そうですね、はい、どうですかね、川淵会長、なんかこれ考え、これはですね、
やはりもう日本国内だけで若手の育成はもう絶対無理なんですよ、うん、やはりアメリカなんか行って今の、まあ、トヨタの松井選手とか今渡辺裕太っていう選手がジョージ・ワシントン大学で今年3年生になるんですが、彼は相当有望な選手 でそれは高校からアメリカに行っていて、で高校から大学に推薦で入れてですね、なるほど、だそういうふうなルートで行かない限りはやはり世界的なレベルの選手を育成するのは無理ですね。ただやっぱりその環境ね、そうです、で指導者、それからまあ競争相手、環境揃った全て含めてですね、だからそういうルートをバスケットボール協会としては作っていきたい。でそれは、まあ、田臥選手やそれから、うん、コロンビア大学を出た松井選手なんかの力を借りて協会を挙げてやっていきたいんですよね、うん、だからそういう意味ではこれがなくしては日本のバスケットボール界が世界レベルになるのは無理ですね。だからそういったことでまた孫会長のお力もお借りできればいい、ありがたいなというふうにまあ思います。やりましょうやりましたいやいや、これはもう力強いお言葉を、はいはい、そのためにも頑張ります、はい、ありがとうございます。見事採用となりました。さあさすがね、素晴らしいプレゼンテーションでしたね。ありがとうございます。はるか以外が採用ということでありがとうございます。いやさあ、それでは今日はですね、そろそろお時間が近づいてきてしまいましたので、ここでちょっと、はい、ソイン社長、あ、この声は、え、はペッパーじゃないですか。ペッパーあ、ちゃんとね、ソフトバンクと B リーグのマークが、あ、素晴らしいですね。皆さんも初めまして、ペッパーです。孫社長、はい、なんだかお久しぶりですね。いや久しぶり元気でしてたソフトバンクが B リーグのトップパートナーになると聞いて、いても立ってもいられなくなってついつい来ちゃいました。うわ、ソイン社長、はい、今回のことを記念してプレゼントキャンペーンをやってみてはどうですか。え、大人気の B リーグなので皆さんとても喜ぶと思いますよ。プレゼントキャンペーン、あー、面白いかもしれないね。やったー、ソイン社長絶対ですよ、忘れないでくださいね。わかりました。うん、秋の開幕が待ち遠しいです。僕もいつかダンクシュート決めてみたいな。おー、ま、実際はバスケットボールも持てないんですけどね。まずはボールを持つところから練習します。田臥選手、はい、いつか僕とシュート対決してくださいね。はい、やりましょう。まあ、ペッパーはバスケットボールも持てないのに随分大きな約束をしますね。うん、いや、孫代表、かわいいもんですね。なんかプレゼントキャンペーンをというペッパーからのお願いでしたね。うん、プレゼントキャンペーンやりましょう。おやったね。すごい、今日はたくさんのやりましょういただきましたね。いや、でもこれはペッパーの提案で本当に開幕がますます楽しみになってきました。さあ、それでは今日の回の最後にですね、男子プロバスケットボール新時代の幕開けを記念いたしまして、選手を代表して田臥選手のシュートで回を締めくくりたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そしてですね、今日はせっかく皆様お揃いでいらっしゃいますので、ぜひ皆さんからのパスをつないで田臥選手から最後にシュートを決めていただくと、このような形でお願いできますでしょうか。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。すごい、ドリームチームだ、ね、はい、もうドリームチームです、まさに。では皆様あちらでご準備をお願いいたします。さあ、今日のではシュートの順番はですね、川淵会長からはるかさん、はるかさんからはるなさん、そしてはるなさんから孫代表、孫代表から田臥選手にパスを、そしてシュートをお願いいたします。それでは川淵会長お願いします。お、つながった。お、どうかな。よし、じゃあ行きます。男子プロバスケットボール新時代の幕開け
さあそれではトークセッションの時間は以上で終了させていただきます。皆様ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフォトセッションまで奥で少しお待ちください。フォトセッションまで奥でお待ちください。それではこの後はフォトセッションに移らせていただきます。本日登壇した皆様と今日はソフトバンクの CM キャラクター白戸家のお父さんもフォトセッションに参加をさせていただきます。それでは皆様ステージへお願いいたします。今日はお父さんも B リーグ応援スタイルで登場しております。凛々しいですねお父さん、いいですね。さあそれでは準備が整いました。まずは皆様揃って正面をご覧ください。ご覧ください。では少し左側の皆様に目線をお願いいたします。それでは右側の皆様へお願いいたします。皆さんにぜひダンクシュートを決めてるようなそんなシーンを、はい、今日はあの特別なスペシャルなロゴ入りのボールになっております。これ順番にやってもらっていいですか？そうですね、ぜひ川淵会長お願いできますでしょうか。ぜひとも、はい、よろしくお願いいたします。おお、来た。すごい。ダンス
ありがとうございます。それでは村代表もぜひよろしくお願いいたします。今日はスペシャルなジョコビーのボールですから、ぜひともこちらでお願いいたします。ソフトバンク、ソフトバンク、ソフトバンクで3回言わないでダンクシュートとは夢だったけどね。いかがでしょうか、皆様。よろしいですか。ありがとうございます。田臥選手には実際の本番で見せていただきますので楽しみにしております。さあ、それでは皆さんお揃いでのこのセッションはここまでとさせていただきます。ハリセンボンのお二方とペッパー、そして白戸家のお父さんはここでご講談いただきます。どうもありがとうございました。本代表と川口会長、田臥選手はそのままお残りください。この後は本代表、川口会長、田臥選手3人でのシーンとなります。応答に移らせていただきます。それではお待たせいたしました。質疑応答に移らせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。それでは質疑応答を始めさせていただきます。ご質問の方は挙手でお知らせください。では一番前の列の方へマイクをお願いいたします。東洋経済の山田です。孫さんに3つお願いします。白紙の小切手を出したと J リーグの時にという話がありましたけども、今回はどうなんでしょうかというのが1点目で、2つ目はスマホなんですけれども、ソフトバンク以外のスマホで使えないとファンの中には不満もたまると思うんですけども、その辺はどうしようとしているのかというのが2点目で、3つ目はこれがうまくいったらおそらくバスケット以外っていうのも考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、その辺の見通しについて教えてください。以上、孫さんに3つです。今回のBリーグへの応援というのはですね、僕はもう部下から川淵会長が新しくバスケットボールの方でも立ち上げると
ということを聞きまして、それであれば応援しようじゃないかと。金額についての議論はもう社内ではほとんど僕は聞かないで、もうとにかく川淵会長を応援すると、そのことありきで、もう先に決めたということでしたね。その直接金額交渉だなんだというのは僕は立ち会ってませんけれども、とにかく部下から聞いたときに、川淵会長イコール行けとこういうことで、部下には指示しました。スマホについてはですね、もちろんソフトバンクのユーザーであればより便利に見ることができますけれども、他の方々にもですね、何らかの形でですね、見れるようにということは配慮すべきだろうなとは思っております。から他のものについてはですね、ここはあくまでもバスケットの話ですから、あまりコメントすべきじゃないと思ってます。はい、ありがとうございます。ご質問の方、挙手でお知らせください。はい、ではその並びの端から2番目の方へお願いいたします。読売新聞の様田と言います。孫会長にお話を伺いたいんですが、先ほどのスマホのアプリの話なんですけど、ソフトバンクユーザーとそれ以外のユーザー両方の面で料金というのは どういった無料のものなのか有料のアプリになるのか、どういった検討されているか教えてもらいたいんですが。料金等についてですね、今部下を含めて具体的な検討をずっと進めているところですから、それはスポーツのいろんな、ソフトバンクは野球とかもですね、すでにやってますから、そういうものとのセットでどういう価格付けになるかということになろうかと思います。そういうことではできるだけ多くの人に見れるようにということで、今まで衛星放送だとかケーブルチャンネルとかですね、料金プランいろいろありますけれども、少なくともそれよりもはるかに多くの人々にですね、楽しんでいただけるようにということは配慮したいと思います。またグループに、ヤフーのスポーツナビとかありますから、そういうようなヤフーも通じてですね、ソフトバンクユーザー以外にも、見れる道をいろんなハイライトとかですね、含めて、できるだけ多くのファンの人々に、触れ合えるようなそういう機会は用意していきたいと思います。ありがとうございます。そのお隣の方も手を挙げていただきましたのでお願いいたします。サンケイスポーツの田崎と申します。孫代表にお伺いします。リーグは現在そのビデオ判定の導入を検討しておりますが、それに対してですね、そのソフトバンクさん映像を作られるということでですね、判定用の映像素材の制作等々に対する協力をされる方向性等はあるのかということとですね、逆に、リーグの方で判定その試合で判定ビデオ判定が必要になった時にですね、その判定映像を、視聴者の方に流す、そういった考えは終わりかということをお願いします。我々 IT の会社としてですね、技術をさまざまな形で駆使してですね、もしビデオ判定というものが正式に B リーグの方で、採用していくということであれば、ぜひ全面的に協力というか応援体制を取っていきたいなというふうに思いますね。最近はインターネットでさまざまにカメラをですね、コントロールしたり同時に映像を配信する能力が高まってきておりますので、さまざまなライブだとかプレイバックの機能を含めてですね、より
そのジャッジが正確に行えるように選手の皆さんがそれをよりどころにですね、より、フェアな結果が出せるようにということに、支援していきたいと思います。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょう。はい、それでは中央のブロックの前から2列目の方へお願いいたします。少しお待ちください。日経新聞の大和田と申します。孫さんに伺いたいんですけれども、さっき川淵さんから話を電話でされて、それ2日で決められたという話がありましたが、これは何月ぐらいのことだったのかというのが1点と、あともう一つはさっきペッパーも出てきましたけれども、このバスケットに関連してですね、ペッパーを絡めた何かこう集客その他の施策がアイデアあれば教えてください。あれ電話何月くらいでしたかね。 2,3 ヶ月前そのぐらいでしたかね。1ヶ月か2ヶ月前ですね。そうですね、でも電話で話したのはもう電話でした、ね、話したのは僕も鮮明に話した内容は覚えてますけどね。2月の初め頃かな。そうですね、2月の初め頃だと思います。ペッパーね、ジャンプできませんからね。ペッパーが試合に絡むのは無理ですけども、でもペッパーがいろんなイベントごとにですね、B リーグの盛り上げに役立てるのであれば、ぜひ、ペッパーにも応援させたいと思いますね。はい、ありがとうございます。では続いてステージ向かって右側一番前の方へお願いいたします。おはようございます、増島です。川淵さんとそれから田臥さんにお伺いします。キャプテン先ほど川淵会長先ほど最初のプレゼンテーションの時にご自分がプレゼンテーションを受けてこれは素晴らしいと思ったっていうふうにおっしゃっていたんですが、具体的にキャプテンがその会長がプレゼンテーションを受けられてソフトバンクさんの方からどういうところに一番こう感動されたかっていうところを教えてください。それと田臥選手にお願いします。NBA などは例えばソーシャルメディアのフォロー数っていうのがものすごい数ですよね。試合などもそうなんですけれども、選手にももう直にどんどん入っていくような、まだ日本だとそこまでは行ってないと思うんですが、ソフトバンクの支援によって、田臥さんどういったこうソーシャルメディアのつながりみたいのを期待されますか。情報力っていうのは日進月歩で過去5年を振り返ってみても、これだけスマホが発達するとはほとんどの人は予測してなかったわけですけども、僕もこれから5年先テレビ界はどうなるのか、情報世界はどうなるのかっていうことに対してもう全く僕らの素人じゃ分からなかったんですね。で、昨日たまたまこういうふうな方向を今もう現にやってますよっていうことを見てですね、例えば試合をやってる点を入った場面だけ見たい、現に中継してる試合にですね点の入ってる場面を見たいったら、そのボタンを押せばもうすぐそれが復元される。で、この選手のデータはどうだった、それを押したらもうすぐ出てくる。もう全てその試合に関する情報はですねボタン1個で全部、その我々の前に現れてくるっていうのは本当にすごいなって、これはもうびっくりしましたね。だからこの前のなでしこの試合なんかはもうとてもじゃないけど見るにも、結構しんどいところあったけども、これがあったら点の取るところだけちょっとボタンを押してみればよかったなという感じすらする。だからサッカーの試合なんかは必ずしも全部面白いわけじゃないんで、僕も時々飛ばして見てるけど、時々こう見るとああ点入ったな、その点どこでどう入ったんだろうってもっぺん巻き直してやるっていうような手間で、それは今もうすぐボタン1個でやれるというね、やはり自分の罹患の活用というものがもう本当により有効に自分の生活の中で生かされるっていうね、こんな時代になったのか。だからさらに5年先になるともっとソフトバンクグループさんのそういう技術の開発によってもうむちゃくちゃ変わっていくだろうなっていう、そういう意味で本当にね今回はソフトバンクグループさんと一緒に仕事ができてこんなラッキーなことはないと本当にそう思いました。お願いします。はい、本当にお二方のお話を聞いていて、バスケット界がこんなにまでいろんな角度で変わることができるんだな、でいろんな可能性を秘めてるんだなっていうのを本当に感じます。で、
やはり試合に来ていただいて見てもらうことが一番なんですけども、どうしてもやっぱ試合見れない方とかもいらっしゃると思いますので、そういう方がね、そういう IT のソーシャルメディアを通じてやっぱ試合見ていただけたら嬉しいですし、選手としてもやはりスカウティングだとかいろんな面で役立つ部分が非常にあるなっていう聞いてて思いました。なのでもう本当にいろんなことが可能になることが非常に楽しみです、はい、ありがとうございます。では2つ目のテーブルの方で、はい、ではまず外から3番目の方へお願いいたします。日経ビジネスの染原と申します。よろしくお願いします。孫さんにお伺いさせてください。10年ホークスやられているかと思うんですけれども、実際にその企業への、まあ、ポジティブなインパクトというのがどれぐらいあったのか、もちろん数字で表せるところがあれば数字でいただきたいんですが、まあ、企業に対して、まあ、どれぐらい経営としてインパクトがあったのか、でまたそれと比して今回 B リーグがどれぐらいソフトバンクという企業体に対していい影響があるのかというところを見込んでいらっしゃるのかを教えてください。で2つ目はその企業とスポーツの関係なんですけれども、まあ、過去にはですね、経営が不振に陥るとスポーツを切り離すという文化が日本には結構多々あったように感じるんですが、今改めてその企業がスポンサー、まあ、こういったものをスポンサーになることの意義というものを改めて お聞かせください。で3点目、これちょっとテクニカルなところなんですけど、テレビの方の放映というのがどうなるのか、今回ソフトバンクさんが全て配信されるということなんですが、これ独占なのでしょうか。そのあたり3点お伺いさせてください。はい、10年前からソフトバンクホークスということで野球のチームを運営しておりますけれども、その決定する時の取締役会はもうほぼ全員反対だったんですね。でそれをほぼ強引に私が押し切るような形で突入したんですけども、今はソフトバンクの役員会でもし同じ議論をして振り返ってみたらですね、誰一人反対している人がいないんじゃないかなというぐらいやってよかったなと思いますね。具体的な数字で言いますと、その東京ではそれなりのマーケットシェアをいち早く取り始めたんですけど、ソフトバンクはですね、携帯で。しかし地方においては我々のソフトバンクのシェアは低かったんですね。でも特に九州はそれ以前は低かったんですけども、ボーダフォンジャパン時代は低かったんですが、特に九州、とりわけ福岡はですね、ソフトバンクホークスということでこの球団を持っているということでみるみるマーケットシェアが増えまして、まあ利益に換算してですね、毎年200億から300億円は利益を九州だけで特に福岡を中心に押し上げたという部分、これはホークス効果として押し上げた部分があるということですね。で毎日、まあ、NHK を含めてですね、普通は企業名 NHK の放送では行われないわけですけども、ソフトバンクホークスということで企業名のついた我々の名前を試合があっている時毎日のようにですね、放映されると、これはブランドの認知度を上げるという意味では全国において相当な効果があったと。おそらくこれだけでも年間400、500億円分ぐらいのプラス効果があってるんではないかなと。以前うちのマーケット部門が露出度を数字に換算した場合にですね、もしそれだけのテレビ宣伝あるいは新聞広告をやってたとしたら、これだけの価値がありましたというのを試算したら 4,500 億円毎年あるという計算が出てました。で時々ですね、ソフトバンクホークスは金満チームということで、かつてのジャイアンツを上回るぐらいですね、お金をたくさん使って選手を獲得しているということが表現されますけれども、実はですね、
パリーグ始まって以来、確か70年かなんかあると思いますけども、 全チーム、毎年、全て赤字だったと、過去ですね、1チームも1年間も黒字であった年はなかったというふうに、僕は確か報告を受けてたと思います。しかし、ソフトバンクホークスはですね、最初の数年間は赤字でしたけども、今毎年数十億円の利益が出てるんですね。で、各球団どうやって成り立ってるかというと、持ってる所有企業の広告代ということで、その球団に補填してるわけですけども、ソフトバンクホークスは今ソフトバンク本体からの広告による補填金なしで、球団そのものの運営で、黒字が出てるんですね。で、出た黒字を選手だとか監督だとかスタッフの皆さんに、より還元しようということをやってるだけで、いわゆるそのオーナー企業の側からお金でですね、金満にしてるという事実はないということと、それからホークスだけが3軍まであるんですね。各球団みんなセ・リーグパ・リーグ2軍までですけど、ソフトバンクホークスは3軍まで作って育成ですね、ドラフトの一番この漏れたようなところまで含めて、我々は若手から、自ら育成していると。ですから多くのスカウト料ばっかりで成り立っているというのではなくて、むしろ若手の自前の選手をどんどんと育てていっているということもあるわけですけども、球団の経営運営という意味で言いますと、グッズだとか飲食だとか、あるいは商店街のいろんな皆さんからの盛り上げ、ファンクラブ含めてですね、球団の運営が実はうまくいって、ファンとの交流含めてですね、非常に、球団そのものが黒字であると、補填金なしでですね、これは大変喜ばしいことだというふうに思っています。ということで、企業とそのスポーツの在り方というのはですね、従来のように単に広告、先ほど冒頭で広告効果ということも申し上げましたけれども、そのことだけではなくて、プロの球団そのものが自らの運営の在り方をですね、レベルアップすることによって、ちゃんとポジティブスパイラルでですね、赤字だから縮小するというのではなくて、むしろ強化することによって逆に黒字になるというポジティブなスパイラルに持っていける可能性は十分にあるということを、ホークスの運営して結果で感じましたね。ですからそういう意味では、これからもプロスポーツ日本においてですね、アメリカではそれぞれの、あるいはヨーロッパでも最近ですね、プロスポーツの運営、チームの球団の運営というものはよりプロフェッショナル化されて、それ自体でどんどんと企業価値が増えていくということが実現されてますので、日本もこれからそうなっていくのではないかなと、ホークスを運営してみて今そう感じています。ですから今回 B リーグにおきましてもですね、我々は直接そのチームの個々のチームの運営をしているわけではないんですけれども、側面的にですね、いろんな形で応援していきたい、 B リーグそのものが立派にですね回っていけるように応援していきたいなと思います。あとテレビ放送については、テレビ放送はですね、ソフトバンク独占でしょうかと、ソフトバンクグループがまず一旦の独占的放映権を持ち、全ての試合を生放送するということを、インターネットの力、スマホの力を使ってやっていくわけですけども、合わせてですね、やはりプロとしてのバスケットがより多くの人々に広がらないといけませんので、各地上波のテレビ放送の皆さん、あるいはその他の方々がですね、もっと放映したいんだという声
をいただけばですね、どんどんと我々もそこにご支援申し上げていきたいと、我々だけでですね閉じてこれが大きく発展するとは思わないと。ただソフトバンクのスマホのユーザーであればですね、もっとたくさん楽しめると、ライブでですね全試合がたくさん楽しめるというようなことはメリットとしていい意味で広げていきたいと思います。ありがとうございます。お隣の方も手を挙げていらっしゃいました。お願いいたします。お待ちください。産経新聞の奥村と言います。孫会長にお二つ、川淵会長にお一つ、質問させていただきます。孫会長、先ほど、からすべての試合をライブ配信ということでしたけれども、確認なんですけど、 B リーグは1部から3部まで、あるんですけど、すべての試合というのはどのカテゴリーを指しているのかをまず教えてください。まず1部と2部はですね、全試合をライブ配信したいと、3部についてはこれからの検討ということになろうかと思います。あと、細かい契約条項はもうあまり口出しされていないということでしたが、契約年数、あるいはB リーグを応援したいということでしたが、長期ということで考えてらっしゃるのかということ。できるだけ長期になるように、したいと思います。詳細はこれからよく詰めていくことになろうかと思います。すみません、川淵会長に、これトップパートナーという形態なんですが、いわゆるJ リーグの、明治安田生命のようなリーグの冠スポンサーという扱いになるのか、そういうことは特に考えていらっしゃらないのか。基本的に冠スポンサー待遇ですよね。であとは、ローカルなスポンサーも、これをソフトバンクさんがトップそのパートナーになったということで、いろんなところがもうすでに声がかかってますので、そういった意味では財政的な面では当初予想したよりもはるかに裕福にとは言いませんが、かなり思い切ったことができるというふうに思います。本当にそれはありがたいことだと思ってます。よろしいですか。ありがとうございます。それでは時間の都合がございますので、次の方で最後とさせていただきます。では中央で大きく手を挙げてくださっております、あちらの方へお願いいたします。フジテレビワイドナショー並びに B リーグ特命広報部署の前園です。よろしくお願いします。孫代表と川淵会長にちょっと僕からもプレゼンの提案をちょっと一つ考えてきたのでよろしいでしょうか。いいよ。先ほどですね、白戸家のお父さん登場なされましたけれども、ぜひですね、やはりソフトバンクといえばCM ですから、ぜひこの B リーグを盛り上げるため、カメラさんあちらでいいですよ、盛り上げるためにぜひCM を制作していただければ非常にこう盛り上がるかなと思うんですけれども、孫代表いかがでしょうか。やりましょう。え？そうです。はい、ありがとうございます。いいこと言ったね。非常にこうソフトバンクといえば CM の印象が強いので、全国の皆さん含めて非常にこう注目が集まるかなと思いまして、はい、考えてきました。はい、ありがとうございます。ご質問は以上でよろしいですか。大丈夫ですか。ではもう一方参りましょうか。ではその前のお席の方へお願いいたします。では恐れ入ります、時間の都合でこの方の質問で最後とさせていただきます。共同通信社の鈴木と申します。川淵会長にお尋ねしますが、今回の契約によって B リーグの運営面、特に資金面でどういった影響に期待しているかということについて、そのリーグとしての分配金というような構想もあったと思うんですけれども、その辺についてお願いします。当初ですね、今までそのリーグの分配金というのはほとんどなきに等しいものだったんですけども、最低限これぐらいのレベルでは配分したい、それぐらいのスポンサー度が見つからないようでは B リーグは成功しないなと思ったのが、最低が4000万ぐらい食われればいいなと思ったんですが、今回孫会長のそういう意向もあって、我々としてはもう少し配分金が増やすことができるんではないかな。それから例えば
優勝した場合もですね、今まではまあ200万とか300万とかないような優勝金だったんで、その辺もプロとして優勝に値する賞金をやはり出したいというふうに思ってますし、そしてそういったことが元でですね、B クラブの各チームでどこが一番初めにそういう選手が出るか分かりませんが、やっぱり1億円の年俸を取る選手を1日も早くというか1年でも早く、作り出していきたい。それがやはり子どもたちに夢と希望と感動を与えるんで、子どもたちにもプロのバスケットボール選手になろうという夢を持つんで、そういったことが可能になりつつあるということです。ありがとうございます。それでは大変申し訳ございませんが、時間の都合により会の中での質疑応答は以上で終わらせていただきます。ご質問ありがとうございました。他にご不明な点がございましたら各候補へお尋ねくださいますようお願い申し上げます。それでは以上で質疑応答を終わらせていただきます。ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。